なんか経済効果500億あるんじゃないかって言われて、いや関西は1400億とか1400億、はい、すごい。川尻さんのところに5億ぐらい入るらしい、ね、大木田中アスリートチャンネル、スポーツのライス、皆さんこんにちは、田中大輝のアスリートチャンネルです。さあ、今シーズンはアレ達成ということで、今回は阪神スペシャルでお伝えしていこうと思います。元阪神タイガースピッチャーとして活躍されました、川尻哲郎さん、そして西岡哲也さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、いよいよ日本シリーズが始まりますが、阪神 OB のお二人に、予想もしていただきたいと思いますが、まあ、関西ダービーということになりましたが、川尻さん、はい、59年ぶりです。あ、そんななんだ、はい、というか、あの阪神が18年に1回だからね。あれってオリンピックみたいな感じなんでしたっけ。そうなるよ。阪神結構強いですけど、もう優勝するするでなかなかしないチームですよね。そうですね、シーズン優勝してもクライマックスで負けたり、日本シリーズで負けたりとか、いろいろあるチームですよね。もうね、ファンの熱気やっぱ強すぎるんで、阪神の選手も勝たないとやばいっていうプレッシャーに駆られて試合してるんですよ。そうなるんですか。でもオリックス、今回戦うオリックスとかはもう日本シリーズおまけだ。僕ら2005年阪神戦った時も、もうパリーグで完結してるんですよ、そのくらい。そう、もうあそこもビールかけして、もうよっしゃーってもう歓喜回って、もう日本シリーズ、あいやもうちょっとおまけですみたいな気楽に言ってる。はい、それ勝ったんじゃなかった？4勝0敗で阪神、4立てで甲子園で、はい、その時って2005年はセリーグはプレーオフなかったんです、クライマックスが。だから約1ヶ月近く、3週間ぐらいもうあの実戦なしでタイガースは待ち構えてたんですよ。あ、僕らは勝って勝って勝って、よっしゃーの勢いでおいーだから、もうなんか楽しくて。2005年甲府でやったビールかけも担当、めちゃくちゃ楽しかった。もう楽しい、本当に試合やってきたのかぐらい、はい、もうなんならもう三立てした時に一回負けて、マリン行こうよ、マリンで優勝したいよなって、キャプテン、いや、その時は僕キャプテンじゃない、その時は2005年なんで、まだ21歳分かってて。あ、そうか、はい、そう、だからその時はね、もうあの負けよう負けようって言ってたけど、なんか9回ぐらいまで勝ってたから、もう勝つかすごいな、4立てはすごいよ、すごいっす、もう力の差が出ちゃったよ、はい、でも阪神も弱くなかった、弱くないですよ、金本さん、矢野さん、ファイテ、赤星さんもいて、鳥谷もいて、あれやっぱ期間空いたのはかなりの、あの、ハンデでしたね。今回の日本シリーズはどうですか、阪神さん。お店的にも、ね、ご自身的にもやっぱり阪神勝った、うん、4勝3敗が一番いいかなっていう感じですね。もう連れて連れて、一番引っ張って、うんうん、まあ、でも初戦が大切じゃないかな、どっち勝つかで、ちょっと、初戦ですか、うん、まあ、エース同士がね、戦うんでね、山本由伸、うん、村上君じゃないかな、投げ合いますか、うん。でもまあちょっと気になるのは、まあ今僕ネロっていうのユニフォーム着てますけど、その山本、ね、選手、あれだけ点数取られたことがシーズンなかった、あのロッテ戦で ね、はい、うん、ああいうのがちょっと引きずることもあるのか、それがちょっとあるんじゃないかな、やっぱり。あ、うん、なるほど。まあでもまあ当然修正はしてくるんだろうけど、はいはい、まああとは阪神の打線がね、いかに粘って、そこに対応できる、ね、できるかってことだと思うけど、まあチャンスはなんかありそうな感じがするかな。剛君はどう見てますか、阪神。まあ僕もね、某番組で、あの、はい、この前夜のスポーツニュース出たんですけど、はい、4勝3敗って言いました。どっちですか。まあ、阪神でプレーさせていただいてすごい小声で言うじゃないですか。それが正解だと思う。でも、この日本シリーズは、まあ、両チーム、うん、やっぱ投手力で勝ってきてるチームなんですよね、うん、だから、ロースコアになるのは間違いないかなと思ってるんですよね。だから1戦目取っては2戦目また取り返して、取っては取り返して、一気にどっちかが4立てとかは多分ないような戦いになりそうだなと思いますね。はい、カジーさんも同じ。俺もそう思う、うん、まあ、どっちが守り勝つかじゃないけど、その中でいかに点をちょっとずつ取っていくとかね、うん、ほぼ頑張れば自転車で行ける距離ですからね。そうか、距離で、まあ、結構な、走っていける、走れる、いける、いける、余裕でいける。すげえ、すげえ。移動ゲームって感じは感じてないですよね。もう車でスッと行けちゃうからね。しかも両チームね、自宅から行けるっていうのはね、選手にとってはストレス的に楽ですよね。うわー、すごいなー。そうか、カジーさんは両チームのキーマンは誰になると思いますか、はい、さっきね、山本由伸投手の話も出ましたけど、キーマンは誰になると思います。俺はね、意外なところで、ね、坂本君だと思ってるんだよね。うん、やっぱりどういう、ね、その配球リードするかっていうところがすごい大切で、やっぱ点を上げないっていうかね、
そこを坂本君のリードっていうのはすごいやっぱりポイントになるかなっていう、キャッチャーのどうなるかってね、まあ当然ね、その他いっぱいあるんだけど、長い目で、ね、7戦見れば坂本君がどういうリードをして最終的に抑えていくのかなっていう、なるほど、ピッチャーも思うところだけ投げられるんでね、まあ、中志君も短期決戦経験して、やっぱシーズン中と組み立て変えてきてるなってキャッチャー結構いました。いや、そんなとこ気にしないですね、まあ、あの短期決戦はもう自分が打てるとこ来たらもう積極的にどんどん攻めていくしかないんですよね。もう一発勝負と一緒なんで、まあ、シーズンだったらこの4打席の中で、まあ、1本2本打てるように組み立っていくんですけど、もう短期決戦はもう誰がピッチャーだろうがもうゾーンに来たとかもうとにかく行くんだっていうぐらいの戦い方しないと打者は不利になりますよね、はい、受け身になると、西岡さん、その時の意識としてはもうホームランを狙っていく意識だったの？いや、まあ、の塁に出ることですよ。やっぱりそうなんですね。とにかく脱線なんで、線なんで点と点をつないで、はい、まあ、みんな塁に出ていく、つないでいくっていう意識がないと、やっぱり序盤から多分送りバントも出てくるだろうし、そういう戦い方になるとやっぱセ・リーグのピッチャーは打席に立ってるんですよね、シーズン中、はい、でもパ・リーグのピッチャー陣は打席に立たないんで、まあ、交流戦ありますけど、その辺の差とか戦い方はやっぱセリーグで戦うときと DH あるときの戦い方も変わってくるし、ピッチャーはね DH あればもう気が抜くとこなくなってくるし、すごく難しいですよね。そう、甲子園での戦いだから阪神がそういう意味では有利だよね。バッティングいいし阪神は、はい、ピッチャーは、まあ、京セラ2試合やって甲子園3試合やって京セラ、そうですよね、1勝1敗できて甲子園で2勝1敗っていうのが理想かな。1勝1敗、2勝1敗で最後、で最後ね、そこまでいければ僕はあの2戦目制するチームが勝つそうな気がする。2戦目です。2戦目、やっぱり1戦目どっちか勝つわけで、まあ、引き分けもあるんですけど、はいはい、1戦目どっちか勝ってその2戦目取り返してタイに持ち込んだらまだ分からないです、でそれがもう1戦目2戦目どんどんって連勝してしまうと、もうそっちのチームがもうほぼ勢いがね、はい、そうですね、そうですね、これ阪神としては川尻さん、オリックス誰が嫌ですかね、はい、オリックスキーマンを。これ、バッターで。バッターで、まあ、ピッチャーは、ね、みんないいんだけど、はい、バッターでやっぱり、ね、森君と、まあ、外国人やっぱ一発っていうのが、はい、それ以外は、まあね、まあまあ、そこまではと思ってるんだけど。打線は、正直どっちが上なんですか、オリックス。いやもう見たりよったり一緒ぐらい、もう年齢的にもベテラン、すごいベテランがいるわけでもなく、まあ若いチームで両チームできてるので、ほんでまあ森君含め、あと杉本君がね、ちょっと体の爪足膝体調がねちょっと心配ですよね。杉本君がもし穴開けるようなことがあれば阪神有利に一気になりますよね。短期決戦ね、杉本選手特に強いですよね。まあでもどちらにしろ梶さんもつれそうですよね。もつれてほしいな。一日でもね。なんか経済効果500億あるんじゃないかって言われて。いや、関西は1400億とか。1400、そうそうそう、すごいと思う。川尻さんのところに5億ぐらい入るらしい。ね、まあね、そのうちの5億はね、もうもちろん10億でもね。も結構実際売り上げ上がってますよね、川尻さん。その話。いや、それはやっぱりね、すごいよね、パワーがね。阪神ファンのね、どのぐらいから見せて勢い出てきたなって感じます。ね、8月ぐらいかな、そこら辺から徐々に9月とかね、どんどん今もうね、じゃあ優勝しそうになったらタイガース向けの店をポンって言うの、一時的にものすごい来てくれるスタンディングの簡単な店をポンと出して集まれるところ、すごいな。何人ぐらい入るんですか、店は。普段はね、まあソファー席があって、まあ、20何人で、あとカウンターがあって、はい、まあ、椅子もあるんで、まあ、30、40ぐらいなんだけど、今は80人ぐらい。4倍 立ち見がだからいるぐらい。新幹線みたいな。新幹線で 200%、 乗車率 200% みたいな感じですね。ゴールデンウィーク。ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィーク。歩くとこないぐらい。もう本当に、いろいろ運ぶんだけどね。でだからもう席なくて立ち見なんだけど、まあ、いろんな偉いところに社長とか来てんだけど、もう立ち見でもいいから入れてくれって。うわ、すごい。ほんでわーわーやってるっていう。そう、これは近くにあるデーブさんのお店は嫉妬しますよね。肉蔵デーブがね。でもすごい近くにあるんですよ、デーブさんのお店、ね、歩いて1分ぐらいだよ。入りきれなかったらデーブさんのお店。まあ阪神戦やってればね。そうですね、流してれば。そう、はい、
クセリアさんで借りるとおいくらぐらいですか、はい、これは1日15,800円です。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。